げ。お前らはこいつを縛って連行しろ。お前一人に任せられんと急いで来てみたが、こいつを一人でぶっ倒すか。これで死んだ兵士も安心してあの世に行けるな。俺はこれからこいつにはじっくりと話を聞くとしよう。じっくりとさ。